アロハこんにちは、 DJ ソアライズメロージャム TV ファイナルファンタジーレコードキーパーやっていきたいと思います。はい、タイトル通りです。ノーマルダンジョン追加分進めていきたいと思います。スタミナね、半分の時にやろうと思ったんですけど、ちょっとやり過ごしちゃったんで、はい、進めていきたいと思います。順調にね進んでるんですけど、追加分まず行ってみましょうか。ファイナルファンタジー13-2ですね、行ってみましょう。お、ダウンロードしちゃってください。では行きましょうか。新宿世界 AF700-1 ですね。これまず行ってみましょうか。ちょっとスタミナもったいなかったですが、ちょっとじゃあ行ってみましょうか。やっています。ファイナルファンタジーレコードキーパー、ノーマルダンジョンですね。なんだろう、叫びでいっか。特にそんな気にしてないです。フレンド召喚は。はーい。まあメンバー紹介なんですけど、まあいつも僕がマギアレベル上げてるソラちゃん、ティナちゃん、ユーナちゃん、そんでもってティファちゃんなんですけど、ブレイクフィーバーでね、ちょっと防御力なんか下げるようで、ウララちゃんに入れてます。いつもだったらね、こうビビちゃんがいるんですけど、何かリレーズかかってるのかな。じゃあそこをまず行ってみましょうか。ケイオス、フィーバー、シンクロ、あ、ガイアクラッシュ、そうだな、位置が、そうだそうだ、位置をちゃんと確認してなかったな。僕結構右側によく使うのを組んですけど、今のパーティーどうなんだろう、オートを使ったりするから左側に置いちゃったりするんですよね、傾向があります。 OK、 まずはね K9 での方、ヒストリーの方進めてます。まあ、余裕で一撃でしょう。この辺はミスリルアザース、スタミナ向けからアザース、スタミナね、スタミナもっと増やしたいですね。 スタミナ400とかいって、その頃にはあれですよね、なんだろう、決勝ダンジョンスタミナ200使うやつとか出てほしいですね。お、ゴグマグゴグ、なんかすげえ名前だな。とりあえず戦ってみましょうか。行ってみましょう。はい、そうだ、ちょっと1台確認してみようかな。もう結構右手、すぐ右手で片手やってるんですけど、やっぱそうだな、シンクロこっちにしとこう。シンクロこっちで、うん、こっちはいいか。覚醒は OK、 覚醒 OK、 これぐらいでしょう。じゃあオートでいいかな。これだったらオートでいきましょうか。オートでいきます。どうしようかな。フォースした時に一撃で殺しちゃうと危ないから、ちょっとブレイクフィーバー使うまでは待ってないとな。そんな感じで、じゃあちょっとまあどっちにしろ一撃でしょう。さあ一旦で終わらせていきます。なんかいかついな、ちょっとアニマみたいな感じっすよね。はい、バルガリー、ここで勝負がつくでしょう。もうティナちゃんですね、もうティナちゃんを鍛えてます。今ミスリル結構温存してるんですけど、まあ、ティナちゃんシンクロ来るの待ってようかなと思います。それまでは、それまで温存してティナちゃんにちょっとご褒美あげようかなと思って。ティナちゃんの風の覚醒とかも次のドリームでゲットでき、まだ半年経ってないですかね。今2ヶ月後経ったらいつ出たんだろうな。うまくいけばラインナップ入ってるかもしれないですよね。入ってないか、入ってなかったら違うやつゲットしましょうか。まあ、年内にはゲットできるでしょう。9月、次か12月、12月かぶっ放すんだったらちょっとあれですよね。もうその心配しちゃってます。 OK、 じゃあフォースいきましょうか。フォースいきますよ。敵の攻撃力魔力下げた、やっぱありますね。これなんですよ、このためだけに入れてます。うららちゃん、まあ、うららちゃんは優秀なんですけどね。うららちゃんの星6戦技欲しいところですね。うん、それと同じぐらいのね、星6プロシェルヘイスがちょっとゆうなちゃんに入れ頼みますよ。ゆうね様、ちょっとね、僕のメインヒーラーとして使っていきたいのはゆうなちゃんなんでね、いまいちやっぱうららちゃん使っちゃうところはあるんでね、ちょっと一回あれかな、
ブレイクフィーバー使ってからにしましょうか。バルガリマンダ、はーい、オッケー。まあ一撃で殺せないかもしれない。どんな感じなんでしょう。難易度は見てないんですけど、さあ行ってみましょうか。バルガリマンダーどれくらいのダメージ、お、 HP 結構高いね。しかもカンストもしない。オッケー、じゃあうららちゃんであれ使ってみましょうか。ヘイスがかけたいんでラムズ使いましょうか。あ、全然伸びないっすね。オッケー、やっちゃってティファちゃん。でもまあこれで半分削れてれば次のターンでどっちにしろ終わりでしょう。はーい、ケイオスインフェルノ、ティナちゃんのな、物理、ティナちゃんも物理できてもいいんじゃないかなってもう密かに思ってるんですけどね。物理アタッカーとしても輝いてくれるんじゃないかなと。ラムザ一応使っちゃおうかな。あ、全然食らわない。バルガリー、じゃあシンクロ使っちゃいましょうか。シンクロで一撃かな、どうなんだろう。メルトン使っちゃおうか。お、2回いく。いや、ソラちゃん、さあケンジャー、どうだろう、ダメージ伸びるのかな。チェインなし、全然こんな感じで。それでおお、ちょっとシンクロ見たかったけど、ティファ、ティナちゃんのがスピード速い。さすが、タッチの差でティナちゃんが倒しちゃいました。オッケー、いいね。経験値もゲット、ダンジョンクリアです。ありがとうございます。いい感じ、ノーマルダンジョン進めてます。ファイナルファンタジーレコードキーパーメロージャム TV。さあで最後ですね、今回の追加分、ファイナルファンタジー13-2の追加分ですね。これいきましょうか。はーい、作戦は全部一緒です。ブレイクフィーバー使ってって感じですね。じゃあいってみましょうか。いつかね、やってないシリーズもゲーム実況できたらなんてずっと思ってますけどね。まあ、タイムリーにやらなくてもクラシックゲームとしてやるっていうのはありかなと思います。さあ行きましょうか。ティナちゃんはもう速攻使いましょう。叫ぶ使っちゃおうかな。はい、残眼、ブレイクフィーバー、またオートでいいか。あとはもうずっとオートでいきます。便利になりましたよね。さて思考魔法剣、叫ぶ、さあどんな感じでしょうか。おー、まあこんなもんでしょう。次のターンででもどっちにしろ終わりですね。3ターン目まではいかないでしょう。でもケイオスもやってるし、ティバちゃんのシンクロ、シンクロアビリティみたいだけどティナちゃんの方が早い。お、回復するのね。だけどこれでカンストでしょう。やっぱ強いなティナちゃんは。素晴らしい、チェインとかなしても全然余裕。お疲れ様です。そんな感じで今回ファイナルファンタジー13ですね、追加分無事クリアしました。はーい、オッケー、マギアレベルアップ。ソラちゃんね、使ってんのあんまり僕マルチとかで見ないんですよね。だけど僕は、お、スタミナがレベルアップした、ザース、回復しましたね。です、オッケー、無事倒しました。無事追加分これでクリアですね。はーい、ファイナルファンタジー13-2ですね、無事ヒストリーフォースマスクリできました。このままね続けて15の方もやりたいかなと思うんですけど、今回これで終了です。メロジャム TV ファンタジーレコードキーパー
よかったらチャンネル登録してくれると嬉しいです。 DJ ソアレズでした。ありがとうございます。